やってまいりました、ミザオンでございます。あー、いつもとちょっと雰囲気が全然違います。全然違いますか、いらっしゃいませという、はい、今日はですね、バー内海村というバー内海村ということで、お客様でございます、お久しぶりの登場でございます、しゅんさんです。しゅんです、よろしくお願いします。はい、レムですね。レム、年末ああそう、年末にレムでお邪魔して以来かな。そうですね、半年ぶりと、うん、ぶりです。あ、もう半年経つのか。そうですね、さっきもちょっと話してたんですけど、ある程度年齢いくとあっという間についてね、時間が経つのがもう最近どんどん早くなってきてこれはもう確実に老いを感じる年になったなと思ってますけどね。ということで今日はですね、いつもだったらあの、はい、椅子を並べて、うん、あの何ですか、ちょっとゲストとトークって感じなんですけども、はい、うん、なんかでゲストさんがお酒を持ち込んで飲みながらっていうのもやってるんですけども、まあそうですよね、なんか、うん、うちらってやっぱ基本的によく飲むじゃないですか、うん、ますね、でそういう時の話の方が盛り上がったりするじゃないですか、はい、あのゲストで、はい、はい、どうぞやりましょう、告知ですって言うと、うん、まあもちろん宣伝っていうのもあるんですけど、うん、やっぱりこういう席の方がなんか、うん、俺もまあこっちの方が板についてるとか、なんかこの形がもうすでになんか満点的な感じでやってまして、はいはい、あの話もできるんじゃないかという、お酒を飲みながら回すタイプという形でちょっとしゅんさんにいろいろお話を伺って、はい、なんでも、はい、あの言っていいことと悪いこと先輩あるある出ました。もうちゃんと判別しながら酒入るとねなかなかタグが外れそうだな、ね、しゅんさんとやりたかったのは、俺3年前か4年ぐらい前にしゅんさんが、マリキさんとレンさんとトロさんとでなんか4人で飲んだ X あげてたじゃないですか。あれはマリキはダンボールでした。あ、マリキはダンボールそれはあれでしたっけ。そう、いなかった、あのトール君と俺とレン君だけ、そう、もうまあ揃ったって懐かしいっていう話になって、ね、うんうん、その後しゅんさんがあのリツイート的な形で、俺もいろいろあったけど、これ飲みながら打つけど、やっぱ今の俺があるのは、いろんな経験、いろんなバンドを経験したから今があるんだみたいなのが3行目かなんかに来て、俺泣いちゃったんですよ。え、マジで、そんな真面目なこと言ってました。言ってました。思ってない。全然思ってない。なんか、いや、今日楽しかったみたいな。ああで、その後、はい、俺バサラやって、うん、ジュースやって、いろいろあったけど、うんうん、今あるのは、うん、この今までの経験、いいこと悪いことあったけど、うん、この経験があったからこそなんだ、うん、みたいな、今日飲んで改めて思ったみたいなのが書いてあって、ちょっと俺、まあ言ったらバサラ見てたし、ジルスも見て、その後ももちろん知ってるわけです、ハズも見てたから、うん、だからちょっと C4 は言わない、あ、いや、言っていいだろ、シュルさんが出すなら俺出すんですけど、俺は別に大丈夫です、大丈夫ですか、なんか出していいのか今すごい戸惑ったと思ったんですけど、なんかまあそういうのももちろんライブ全部見てきてるんで、それもあったから、こうやってお酒の席で改めてなんか聞きたいなっていうのもあって、なんか居酒屋ではとかでよく話してするんですよ、わりかし。ここ最近もお兄さんとリアさんのお店行ったりとか、あ、本当、アイドルのライブ行って、マリエ過去42年、ああ、マリエさんね、お兄ちゃんね、いつも行ってる、そうですね、のワンマン一緒に行ってその後リアさんのお店に行くっていうで飲んで、やっぱそういう話になるとやっぱ酒入って、ああそうね、俺もリーヤさんのとこ行くとね、大体良くないことばっか言ってる気がするから、ね、安心しちゃってなんかあのあれみたい、あの屋台のおでん屋さんに来てあの聞いてくれよ大将みたいな感じで、もうそこでしか言わないからさみたいな愚痴をすぐ言っちゃうね。圭介さんもリーヤさん入れて飲んでるじゃないですか、うん、やっぱあの当時はって話になると、俺横で聞いてたよ、ああそうなんや、そうだね、そうだね、なんて話もだからあったりとか、そういうそのいろんな経験した上で酒飲みながら思い返したりとか、そういう話今日、まあもちろん、この後ね、告知とかするんですけど、このね、はい、リリースライブインストアとかあるんで、うんうん、そのお話もするんですけど、今日はお酒を飲みながら、あれやこれや、あれやこれや、そうですね、なんかもう絶対缶で買ったら何缶買っていいか分かんないんで、もう今日お酒を普通にもうあのハイボールセットが、ね、セットをちゃんと用意されております、おつまみも用意してます、その方が助かりますあの缶だとあもうなくなっちゃうあるんで、でおかわりを作っていきます、はい、ありがとうございます、ということで今日はよろしくお願いします、はい、お願いします、よろしくお願いします、なんかずっと立ちっぱなしでなんかあれ申し訳ないですけど、あでも逆にあのそういう仕事してたんでなるほどなるほど、あの自分もそういう話をこういう立場で聞くっていうのもなかなかないと思うんで、うん、ちょっといい機会かなと思って、まあね、うん、まずはもうだからお酒の席でさっきもあったんですけど、やっぱバサラね、うん、やってた時なんかまあ
飲んで、まだ始めた頃は飲めない年齢だったんですか、言ったら。もうギャンギャン飲んでましたけど。いやいや、いいんですよ、言って日本の法律一応テロップ入れときますけどテロップ入れときますけど、はい、お酒は二十歳になってからっていうね、うん、なんかねあくまでも お酒は二十歳になってます、はい、そうです。バサラのシャムは年齢不詳だったかもしれないから、そうですね、ほらほら、はい、一応そういうことにしといて、これ配信で流すんで、はい、そうですね、ちょっといきなりほら来たいきなりもう爆弾落とすんだよねまあ、まあそういうこともありましたけど、ね、だから、うん、で、まあ、飲める年になったら、もう東京出た頃は大体二十歳、まあそうですね、二十歳前後で、ね、来て、で言ったらもうあとは東京の方のバンドマンとの交流とかもあったりとかで、飲む機会とかもあったりしたんじゃないですかね。いや全然、あ、そんな中僕全然飲み行かなかったんですよ。え、飲めるようになってから、飲めるようになってから飲んではいるんですけど、大体、はい、家で飲んでるだけで交流は全然してないです、うん、僕。あ、その当時ですよね。当時、うん、人見知りも激しかったし、ほう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 、なんかあと宴会行くと怖いお兄さんもいっぱいいたんで名前はやめてきましょうなるほどね、うん、怖い人がいたと、うん、まあまあまあちょっとあんまり飲むっつってもそんな飲めるわけじゃなかったんで、お酒大量に、お今みたいにグワーって飲める方じゃなかったんで、ちょっと飲んでもうお休みみたいなのだったんで、うん、あんまりその宴会を楽しいって思ったことないんですよ。お、うん、じゃあ他のバサラのちょっと上の方々って交流があって、そうですね、だいたい兄さんが、うん、兄さんとかリエさんとかが、そうですね、やっぱり聞くと、うん、交流仲良く、酒の交流したり拳の交流したり、それは俺もどこまで強いのか、これあれですよね、河原でお前強いなって多分そうそうそう、昔だったらそういうやつね、昭和でところお前もなんかねあのパンチ効いたぞそうやって仲良くなっていくみたいなジャンプの世界ですジャンプの世界ですよ、本当に、うん、拳交えて、うん、まあセイントセイヤみたいなところでしょ、一回拳交えないと仲良くなれないジャンプですね、全部がジャンプの世界、全部ジャンプの世界、なんだっけ、強敵と書いてトモタ読み方です後で助けに来るパターンです、あの時のみたいな、なんかあいつだみたいな、別にお前を助けに来たわけじゃない共通の敵がいるみたいな他のやつにお前を倒せるわけにはいかないから、ありますねそうですね、ジャンプ的な、ジャンプあるあるで、うん、そう、昨日の敵は今日のトモみたいなのをやっぱり普通にみんなやってた時代だから。でも、しゅんさんはどちらかといえばそんなに、あ、僕そういうの全く通ってないです、あんまり全然通ってないです。じゃあ仲良くなるっていうか、そういうのもライブハウスでだから話したりとかしてた方がお酒というよりかは、僕ら当時 ESP、はい、楽器使わせてもらったりしてて、はい、それつながりって結構多かったんですよ、そのやっぱ ESP ってなんか当時の VK の人たちはみんな ESP を使うみたいな、そうですね、モデルとかもあったりとか、うん、そういうのがあったんで、割とその ESP の人絡みで紹介してもらったりとか、あ、うん、なるほど、この子たち、これから結構やっていくんだけど仲良くしてください、うん、してあげてくれるみたいなこと言われたりとか、うんうんうん、っていうのもあったりで、仲良くなって話すようになってみたいな、あ、なるほど、なんか外に飲みに行くっていうよりはその人ん家に行って飲んだりとか、ほう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 、俺がもう知り合った頃ってもうかれこれ 7,8 年なんですよ、しゅんさんと。もう、あ、もうそんな経つ、経ちました、へえー、そっか、そうです、そうです、もうバサラの頃、そうですね、最初はもうほら、ナイチンゲールのお手伝いとかその辺から入っていって、リアさん、俺ザリオと最初に会ったのなんだっけ、俺ブレイズのキサキさんのイベントのバサラ出た時にちゃんと挨拶、それまでは俺フォローかなんかとかしてたりとか、うん、フォローバーしてもらったりとか、うんうん、その前まではずっとリーヤさんなんですよ基本、うん、まあ飲み行って、まあ飲み行ったのが多いです、そうだよ、ね、基本リーヤさんは、ね、面倒見もいいし、リーヤさんと飲み行ってあれやもんや、喋ったりとかしてたことがあって、そこから、まあ、バサラ、そうですね、でシンさんも、シンさんは俺あれかな、楽屋入り待ち出待ちしたのかな、確かマジであれだ、ミラージュ綾部さんの追悼のツアーがあってあバサラ2ステージの時に俺確か出待ちしてファンですって言って、また結構前だねそれね、そうですね、もうあれもラムール出てて、うん、僕バサラで出たのに割と
バサラっぽくない格好で出た。あの日のみんなそれっぽくない格好だったんですよ。そうだね。リンネさんも魔法使いみたいなキラキラした格好で当時やってるバンドの格好でみんな出てるよね。俺もファズだったからあのファズっぽい格好で出てるはずだし、はい、なんかどうしたって言われたみたいな。どうしたんだよ。最近そのバサチューブがあるじゃん、はいはい、あれで当時の、あの映像とかお兄ちゃんがバンバン上げてくるから、はい、それを見た時にあれなんでこんな格好してんのかな。ちょっとラフな感じで、ラフな感じだった。そう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 。で、海江さんもわりかしちょっとなんか雰囲気ナイチンゲールっぽい感じを、そう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 、そんな感じでしたね。なんかみんなどうしたっていうか、みんなどうした、みんなどうしたって、あのちぐはぐでしたね。今の方がよっぽど統一感出してる。みんなもうここぞとばかり特攻服とかちゃんと持ってくるし、みんなあの俺特攻服持ってないからさ、あのそれいう組のないんだよ、それいう高橋工業の持ってたりとかして、そのやってて、でそのバサラは確かもうその時も俺、出待ちして新さんに握手してもらったかなんかしたかな。あ、2014年ぐらいでしょ。10年前です。10年ぐらい前ですね、うん、ラムールも出てきて、あとデフラワーとかもちょっと出てるんじゃないかな。あ、そっか。 なんかあの時で見た記憶ありますね。なんかあれだ、あとあれだ、あの知り合ってからさ、割とすぐさ、なんかブラックホールでイベント出てさ、ああ、そうですそうですそうです、ザリオはオープニングアクトで、そうです、出てて、俺らは爆竹のコピー版で出てたんだよ。あれだ、フェイクってイベントでさ、うんうん、コーンさんがラムールやるっていうで、あれだ、リーヤさんが弾くんですよね。うんうんうん。で、あのギターが新違いって言って、ラムールの新さんじゃなくてバサラの新さんっていう弾くみたいなね。あったあったあった。あれ、あ、そう、あの時そうです、知り合ってあれがすぐだったんで、あ、そうそうだよね、あの辺ぐらいだよね。そうですね、うん、であとあの縦長楽屋で写真撮ったの。あ、撮りました。よりたくさん。それはまだ赤頭で地毛でしたね、うん、地毛でね、しかも腰までありました ね、 ね、長かったもんね。そうです、あの辺りからしゅんさんとかのまあイベントとかも対話もしたりとか。そうだっけ。俺あれですよ、アンクでしゅんさん弾いて、血のりでリーヤさん弾いてもらって、おお、あれ吉田君がドラムだった。そうそうですグリム主催で、ああ、そうだそうだ、シュンさんと対バンっていうのが、うん、あともう一回ラムでもやってサイバーで、ああ、あったかもしれない、はい、あったかもしれないね、はい、うん、やったりとかシュンさんと対バンして、まあかれこれ本当まあ濃いお付き合いをさせていただいてというか、はい、その流れでなんですけど、ちょっと、うん、まあ、リリースが決まりまして、はい、インストイベント決まったんですよ実は。え、血のりが違いますよ。あ、僕ら僕らね、血のりインスターでさ、まだイギリスオリジナルやるやん。まあ、先に言いますと6月の、じゃあ今度発売になります。はい、6月22日発売、ナインの最新ミニアルバム、レゾナンス、はい、まあ、発売になります、はい、発売になりますっていうことで、まあこの、ね、発売日当日に僕の生誕祭を吉祥寺です。あ、今度は吉祥寺のクレッシェンドですね。でやることになってまして、でさらにその翌日6月23日ですね、はい、これは一番ここでは言うのが大事なんですけれども、ライカエジソンさん、ここでですね、インストアイベントも9としては初ですね。9初はインストアイベント。俺だって、あ、レムでこの間やったけど、もう本当純粋な自分のバンドでって言われたらさ、ね、マジで十何年ぶりみたいな感じになるな。でなんですか、そこでの司会が。ああ、そうですね、あのレムの時は松本さんがやってくれてたんですけど、はい、まああのナインの日はザリオが司会をするということで、はい、はい、よろしくお願いします。そう、この付き合いからで、なんだかんだ対バンさせてもらったりとか、まあ、飲みに行ったのことも結構あったりとか、なんかいろいろしてたんですけど、インスタここなんですよ。ここではどういう形にするかとか、まだ何も決めてなくて、うん、そうなんですよ。飲みながらちょっとそういう話もしていこうかなと思いまして。あ、そうっすね。はい、うん、今この流れ、いい流れになって、いい流れになってますね。はい、はい、で、まずはミニアルバムっていうのは、まあ、前回が、フルアルバムのカタルシス。カタルシスはフルアルバムですね。2020年に発売されました。はい。もうあれ4年 ?4 年経ってんすよ。おお。なんでかっつったらね、僕が全然曲書けなくて。あら。で、9って曲書く人僕しかいないんで、1回あまりにも曲が書けないから、もうネタだけでもいいから、なんかみんな出してよって言ったんだけど、誰も出してこなくて。あれ一人ソロアルバム出した人自分で曲書いてますよ、確か。
シオンって言うんですか。いつの話しとる。あの人確かに当時は自分で作曲してたような気がするんですけど。いやなんかみんな分かりました分かりました、うん、リナもなんか普通にあじゃあちょっとネタ思いついたらやるわとかって言ってたのに誰もか誰も持ってきませんでした。すごいですね逆に。そうそうそう頼んだのに。ひそかに俺ちょっとこれ心の中で恨んでますから。お前らって思ってますからね。まあなんだけど、はい、まあいろいろあってあのちょっと曲も書けるようになってきたんで去年ぐらいからあの去年んもっと前から、はい、ちょこちょこネタだけは貯めてたんですよ。そういうのを全部こういうのに iPhone とかに録音してってもう鼻歌でやったりとかはしてたんだけどやっと去年形にしてんでまあ、あのみんなにこんな曲ができたよっつって出して、みんながうわーうわーってなってたからじゃああのリナがまだ弾いてない、はい、あの新録して再録なんだけどリナがまだ録音してない曲を合わせてミニアルバムにして出そうよっつって、だから新曲のリバイブっていう新曲はもうあの去年の6月からもうずっとやってるんでそれプラスあと2曲書き下ろしとあと3曲はメメントって曲と暁に歌える曲と、うん、あと未来っていう曲をあの撮り直しして5人バージョンでって今のメンバーでのバージョンそうそうそうそ う, そう、ね、要はあのカタルシスの時にも結構そういうのはやったんだけど、うん、あのリナで撮り直してっていうのはやったんだけど、うん、まだそれをやってない曲がライブでやってるのに、うん、リナで撮り直してない曲がその3曲があったんで、はい、まあ、あのこの機会にちょっと録音しましょうっつって、うん、あのその6曲か、うんうん、で今回リリースリリースに愛になりました。いやおめでとうございます。いや本当に久しぶりなんでね。いや4年も経ってた。俺 2,3 年ぶりコロナも前かななんて話してたら、うん、そんな経ってたんですね。そうなんですよ。まあねコロナ禍もあったし、うん、あれだけどまあね実際コロナが世の中から消えたわけじゃないんだけど。まあそうですね。コロナ禍と言われてたあの、うん、一番きつい外出もできないみたいな。うん、そうそうそうあれからあれはもうないから、うん、まああのライブもね。割とちゃんと普通通りにやれるようになったし、うん、まあアルバムも出しておいた方が、ね、やっぱねライブするたびに売る新しく売るものがないとなんかちょっとあの僕らのあの活動資金的にも運動資金って言われるそうそうなんですよ、ね、でやっぱりライブ来てやったら新しい音源も欲しくなるのがまあファンチンというところもありますからね、うん、やっぱり音源を買ってあのグッズとかいろいろね出すのはいいと思うんだけど僕らはやっぱ音源買ってほしいかなって思うんで、うん、やっぱ音聞かせてなんぼじゃなっていうバンドだから、うん、ね大体の人がもう初見で見た人たちがみんなかっこいいって言ってくれるから、うん、あのお客さんだろうとファンあの関係者だろうと関係なくねなんでまあそれをまあちゃんと売りにしていかないとねっていう、うん本質であるところはミュージシャンだぞっていうところはやっぱりありますからね、うん、そこは、うん、そこはねあのもう私ももう何年ぐらいもう本当何年も見てますからねですよ、ね、そこから見て、うん、言ったらさっきも言ったんですけどしゅんさんのあらゆる歴を見てきてるファンとしてはまあ結局ナインがそのやってき俺がやってきたバンドのなんか集大成みたいなそうですよねやっぱ、まあ、俺も同じこと言ったんですよ、うんあのなんだ今まで作ってきた音だったり、うん、そういう経験が詰まってるそれを生かしてるところですね、うん、出せるものがねまあ英介が表現できる限りはってところだけどああ厳しいダメ出しがここはわりかし本音のどうしたってその英介じゃダメでしょっていう曲も俺は作るからああ、うん、なるほど例えば、うん、まあまあさっきちょっとお話レムとかになると女性ボーカルになったりとかツインボーカルになるとまた違いますからね違うしね当然仕事でねアイドルさんに曲書いたりとか、ね、なんかそんな曲をエースケが歌えるはずもなかったりするんでまあねそういうところは、ね、本当言うたらもうあのそんなんも書いてんのみたいなまでやってるぐらいなんでそうなんですよ俊さんの活動の幅っていうのは、まあ、プロフィールもいろいろやってるっていうのも書いてあったりとか、うん、今だと作曲のねもう普通に募集も、うん、あの仕事案件も持ってますみたいな、うんなんかここでも一応もし見てる方で関係者で、こんな飲んでますけれども、こんな飲んでますけれども、あの自分の曲があの欲しいとかそんなとこじゃなくてもいいです。なんか歌ってみたをやってみたいけどなんかいまいち取り方もわからないし、オケをどうしていいかわからないとかそういう人も
全然言ってほしいですし、そうですね、はい、なんかさ、まあ、話せる範囲ですけど、自分が振ってますからね、しゅんさんに、もうあのほら案件紹介して、ああ、そうそう、仕事を、そうそう、もう今やなんかただのファンから普通に仕事の案件振ってなんかこういうのあるんですけどみたいな、つないでもらったりしてますからね。もう有名漫画家先生のパーティー行っちゃいましたからね、今年みたいに。あれめっちゃ面白かったけど、めっちゃ緊張したわ、本当に。すごかったですね。俺平松伸二先生何話していいか分かんなくて、もうとりあえず革ジャン褒めとこうかな。俺もあのその漫画娯楽でやってた下道坊が好きでっていう。あ、下道坊俺 あの後見た読んだんだけど、はい、面白い、面白いですよね。下道坊面白いと思って、であれ好きですって最後あのマーダーライセンスとか、うん、あの辺とコラボするんですよ、ちょこちょこ。あ、そうだよね、最後後半になると、うん、であれ好きですって言ったら平松先生、君オタクだねって言われた人がもうこれこそこれで満足だ、もうオタク、うん、この本家の人からオタクだねって言われるほどほどもう、うん、褒め言葉、ね、ご褒美ですよ、あの日マジで嬉しかったですもん。俺はブラックエンジェルズとあのドーベルマンデカマン、ちょっと世代的にちゃんと、ね、ちょっと、ま、少年誌の頃ですから、ね、もう俺読み始めたのは青年誌の頃なんで、だったんで、でもね、そういうの読み始めたらどんどんね、その漫画アプリのサイトがどんどんそっちばっかり押してくるようになっちゃってなんかリッキー対フーとか、リッキー対フーの漫画ですよね。あれとかすごい頑張れ元気とかそういうの押してくるようになっちゃって、あれ夏一旦ちょっとここであの小休憩的な感じで、ちょっとまたちょっとね詳しい話していただきたいと思います。また来週という当時はやっぱコンポ、いやー MD の CDMD コンポですよね。あの CD は10枚ぐらい入ります、ね、いやーもういいですね、これガーって入るずっと入りますよ。だから今でこそなんかそういうカセットテープとかもうもちろんそういうレトロななんですけど、うん、ね、ちょい前ぐらいのまた戻ってきてほしいんですよ。これ MD は戻ってこねえんじゃねえかあれ。